クワシオルコルっていう体の、クワシオルコルっていう病気の話なんですけど、これ結構意外と名前知らないだけで皆さん見たことあるかもしれないんですけど、クワシオルコル、赤い体って意味で、髪が赤くなるんですよ。タンパク質欠乏から来る病気なんですけど、髪が赤くなって、で体中細くなって、で関節だけ太くなって、でお腹も肥大するっていう。よくアフリカとかでね、とか発展途上国ですごい貧しい子供たちがね、もう食べるものもないような状態で苦しんでる写真あると思うんですけど、すごい安そうとお腹だけ大きくなってる写真、あれがクワシオルコルっていうんですけど、この病気アフリカのナイジェリアで1960年代の後半にビアフラ内戦ってのが起きたんですけど、ビアフラ戦争とか言ったりするんですけど、ビアフラっていう地区というか、ビアフラとしてナイジェリアの南東部にあった地域が独立したんですけど、そことナイジェリア政府の戦いだったんですけど、だんだんね孤立してって、食料供給もできないような状態だったんですよ。そこにいる人たちは最初の方はまだ良かったんですけど、どん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 戦いも劣勢になっていって、で、周りの道も断たれてたから情報も入んなかったけど、戦争が進むにつれてね、やっとジャーナリストとか赤十字とか入ってきて、そういうのでね、もう大量の栄養失調の子供たちが写真に撮られて、そのクワシオルコル、もう痩せ細ったお腹だけ大きくなった子供たちが取り上げられて、その戦争がかなり注目されたんですよ。やっとそこになって、でその戦争、餓死者だけで、正確な数は分かってないんですけど、餓死者だけで最低でも50万人はいると言われてます。で、そのね、ビアフラ内戦の詳しい様子はこのチャンネルのね、概要、この動画の概要欄にあると思うので、そちらの方見てみてください。